こんにちは、ブルーホースです。そうやっていきましょうか。ポケットモンスターブリリアントなお姉ちゃんとイチャイチャマッチということで、うわー、公開セックスの始まるってところかな。なんかお姉さんすごい、お姉さんじゃん、お兄さんすごい好青年って感じがするんだけど、なんかあれだね、お姉さんの方はあれだな、うわー、なんか尻に敷かれてそうだ、あれだな。前回終わった後にちょっとだけ地下で遊んでたんですよ。でね、コイルレベル28が出てきて、おっしゃ、コイルとかなんか地上でまだ見たことないし、捕まえようと思って頑張ってたんですよ。ボッコボコにされたね、なんかポケモン残り2体で、で、モンスターボールもね、20個くらい使う羽目になってしまって、で、結局、捕まえるは捕まえることができたんだけど、まあ、ちょっと大変な目にあったっていうのが前回の終わりだったかなって思うんですよね。お姉さんなんかも夏にさ、足あれだね。で、後ろのあれでしょ、ハッキー、やべ。これ。よかった、麻痺にさせられる、お前。お前ら、あれだな、仲いいな、この野郎。しまった、これ。ってことは、葉っぱカッターをしとけばよかったかな。しかも、素早さが下がったってことは辛いんじゃねえか、これ。とりあえずじゃあ、アスターな。ああ、でもそっか。関係ないのか。じゃあ、とりあえず両方とも縛ってみましょう。うわぁ、見切ってきやがった。見切っぱ。あれでもさ、これって一回だけ？それとも、このターンの技は全部見切っぱになるのか？おいー。いや、見切ってるはずなのに食らってんじゃん。見た目はね。でも結局食らわないんだよね。多分。だよね。うん。パカパピーン。スパー、ああ、やっぱ一ターン全部食らう。にやろうめ、この野郎め。ってことは、ちょっと待って、ポケモン値をチャンベルに変えて、リク君のポケモンが出てくるのみたいな、そんな感じにさせてあげましょうか。うん、そうです。お前の彼氏のポケモンを私がもらった。で、ここはまあいいや。で、チャンベルが出てきて、あ、ちなみにですね、コイルの名前は、ポケットスナップでさ、カメラを向けるとさ、しかしさ、なんか姿を見せてくれない感じになるじゃないですか。めちゃめちゃブチ切れてる。ごめんねって感じの表情じゃないけどね。ミサちゃんだけが。リクミサ、おぉ、めっちゃくれますやん !5320 円ライバルの2倍以上くれますね。ここって、なんかあったんだっけ？あ、いや、ロストタワー。ロストタワーでなんかロスティー。まあいいや。とりあえずここら辺の、まあ、ロストタワーは後ほどまた挑むことにしよう、することにして、これはエアーモードに覚えさせる技ですね。お姉ちゃん、僕とイチャイチャしましょうや。パッパカパパパパパン。こういう服ってさ、ズボンがもうさ、あれだからさ、あれをパッチンって下ろしたらさ、服の名前忘れちゃった。でもマリオ、ルイージも着てるような服か。あれパッチンって外したらもうすぐ下パンツだよね。たまらんな。脱がしてみる？ということで、それでは早速ポルノグラフィティをやっておいて、ポルノグラフィティって言ってさ、ネタわかるかな？2012スパークっていう歌があるんですけど、はい、それです。じゃあ、チャンベル行きましょう。今のうちちょっとチャンベルの、攻撃力ね、経験値を上げるチャンスですね。ボッコボッコにしばき上げてもらってですね、こう。で、ビッパして、ローキックでいいか。リベンジはあれだもんね。相手からのダメージを受けてたら、確か2倍にして返すみたいな。だから、食らってれば食らってなかろうが、2倍、食らってたら2倍で、食らってなかったら確か5倍で、いずれにせよカウンターと違って、食らってる食らってない関係なしに攻撃してくれるっていう、いい技だな。パー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 ピーピープ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 ーあ、いいね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 。素早さが全然上がんねえんだな、こいつ。めっちゃビッパやん。あれ、なんかカウガールだから、なんか牛とかそういう系のあれとかいたら面白いなって思う。まあ、面白くはないけど、まあ、いないのかなと思ってるけど。よし、オッケー、ビッパー。効果、抜群だ。さよならだ。で、106。もうほんと全部クリスタだ。ちょっとずつレベルが上がっていくかと思ったら、レベル14と15しかいなかった。ということで、はい、ローキック。下半身を攻めていきます。OK。流れ先。あー、かわいい眉毛。薄めですね。で、滑って、降りて。ちゃんは？なんだ？あ、違う。なんか、いいですね。急に褒めちぎられて、ただただ。あ、
誰が小さい息子さんや。なんだ。めっちゃ適当にエイリン出したらあれだな。普通にいい傷口が手に入った。あれ？わあ、かわいい真冬ちゃん。どうしよう、この子生まれが夏だったら。ちょっと待って、目が、ああ可愛くない、前言撤回だ。なんかあの推しの子みたいな目になったな。推しの子またはあの名探偵コナンみたいなお月様みたいな目かな。ちょっと威嚇してやろう、ガオガオ。あ、こいつあれか、エスパーフェアリーだから、あの噛みつくあまり食らわないのかな。あ、フェレスじゃドンパッチ噛みついてやりましょう。あーちょー、オッケー。防御力は低めですね。バヤリードとかバヤリースとか、オレンジ味かな、アップル味かな。ピー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 。結局フェアリーが未だに何に強くて何に弱いのかが分かってないんですよ。とりあえず悪に強いことだけは分かってスペースバッシュ、闇夜の空に翼ひいたつで、あーごめん、歌詞適当。でレベル99じゃん。レベル99だったらもうとっくのとっくに言うことを聞かなくなってるな。じゃあスゴミはもうピー。これ大丈夫かな、レベル30超えてっちゃうんじゃないか。しかもあれだもんね、あのレベル50までが言うことを聞くようにするためには、確かあの4人目のあのプロレスラーチャンピオンベルト野郎をぶちのめさないといけないってところだから、あれ今こんなにレベル上げてたらまずいんじゃないかってことは、まだレベルがそこまで上がりきってない、レベル30までそれぞれがたどり着いたら上がりきってないやつらで構成していって、全体のバランスを良くするためのレベルアップをさせてったらいい。これでさ、水木といつ会えんの。真冬ありがとう。あー、メガお星様大事に、そうです、まあ強い強いイコール大事に育てるかっていうと、俺結構なんかあのごじゃ進めない、ゴリッとなんかスパルタ的な感じで育ててる気がするけど、何かが出てきたあの、おうおうおうおお、ここでビーダルが出てくるんですね。ビビビビビビビ、おめめちっこいな、おめめちっこサウルスなんだけど、こいつ水タイプだっけ、水タイプノーマル水だっけ。であるのであれば効果抜群だから、まあ秒殺してあげましょう。さよなら、デイン。まあ経験値ちょっとでもください。色のセンサーでババ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 バって回っててくれればそれで OK です。アルギニヌーン、こいつはロストタワーのてっぺん。いやーそうなんですよ、ロストタワーも行ってみたいんだけど今行くあれじゃないんだよな。ちょっと待って、こうでこうだな。チリンチリンリリンリリリリリリ、リゾチーム、あリゾチームってなんだっけ、特攻か特防だった。ちょっと待って、早い段階で使ってあげないと、あのねレベルが上がっちゃうと使えなくなるからね。リゾチームは特攻か、モーモーピー使っか。そこ行くか、分かりました。そう、モーモーピーもしかしたら最後まで持っていくかもしれないけどね。だ、誰で構成するかってところなんだよな。ジュイーっていうことで、とりあえず、次のステップ。うわぁ、なんかすごい金髪のおしゃれなおじいちゃんがいたな。アンノーンだけ見つけていくか。アンノーンだけ見つけて、ちょっとこの先に進んでいこうか。なんかあの、なんとか、なんとかちゃんがいる。あの、格闘娘がいるところ。思い出した、バナナちゃんだ、スモモだよ。で、あ、そっかそっかそっか、あとあれだ、おじいちゃん、何かを預けたい。ここって預けたらレベル上がるんだっけ。預かりなばあさんじゃん。はい、どの子預けてみるかね。まあ誰でも預けれるんだ。これほんとやばい名前になってるな。あ、そうだ、あとき、あのあのあと本名忘れちゃった、キング。あのね、スコーピオンキングっていう映画が昔あって、そこからあの、キングにしたらそのままになっちゃうから、キンクにしちゃったっていうね、あの、ちょっとあの、点々、濁点をこう、なくしてみましたみたいな感じにしてました。で、こっち行くと、こいつからは、おばちゃんなんかちょうだい。こういうこと起こるよね。ということで、こっち進んでいけないと。アンノーン一匹見つけるところまでやるか。まだ時間あるしね。たどり着ければそれで一回引っかかってるんだよね。あ、やばいやばい、こっちじゃない。こっちこっち。ぴょいぴょい。これもなんかあれだっけ、なんかあの、いろいろ進んでってたら、なんか確か、ね、隋の遺跡。ずいずいずっころばーし、もううまみずずいっと戻って戻って。なんで今、左に行ったんだ。あれ、なんかあの刺すところかなんかあったらあるのかな。まあ、いいや。とりあえず出てくるまでを
ABCDEFG なんか手に入るなら一応何かが手に入るでこっち進んでいってもうこれねあまりに奥行きすぎるとわけわかんなくなるからねあーと思ったらなんかわけわかんないところまで行っちゃってるよーあーおい普通にトレーナー出てくんのかよ意味わからなすぎてイライラでポケモン勝負仕掛けてくるってお前大人のやることじゃねえぞうひょーもふゆき元かよ元ふゆきかよオッケーですオッケーちょーちょーちょーあーしかもこれかちょっと待ってドンパッチこれあちょっと待ってねこの野郎元さん元さんあーでもレベルは大したことがなかったよしじゃあ噛みついて差し上げましょうレベル10も違ったらさすがにと思ったけど急所でそれか辛いな。ああ、かわいい。体当たりというのはただのグーパッチ。やばい、喋りすぎてどんどん喉が痛くなってきた。なんか他のなんかさ、そのなんか落ち着いた感じの実況者さんとかもさ、なんかこう、うまくこう喋るときと喋らないときのバランスみたいなのをなんか整えながらやってるけどさ、俺みたいなさ、あのクソ面白くもないしさ、ただただベラベラ喋ってるさ、やかましい動画でさ、なんかもう果たしてあの、ね、いつもラジオ感覚で聞いてくださいみたいなこととかも言ったりするけど、果たしてラジオとして聞ける素養もあるのかどうかっていうと、微妙なところ、怪しいところになりますよね。まあそんなことも気にしながらやっていこう。あの、時々起こるプロコンのバグ。落ち着くためにプロテイン飲みまーす頑丈ですん違うわ頑丈とか関係なかったただただ攻撃力が足りなかっただけだったさすが防御力の鬼石粒 T 石粒 T ゴローラあちょっちょっと待って叩いた時とあのグーパンチとのそのラグがあったぞ今大丈夫かオッケーチャーチャカチャチャチャーと思ったけどチャーチャパーピピ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 ピ叩き落とす。叩き落とす効果抜群なんだ。プチッ。もう半分、半分削れればそれで問題ないですけど、しっぺ返しはどんな技痛い。効果今一つ。あれ悪の技。しっぺ返しなんだでも格闘が効果今一つになるのは悪タイプの技くらい。なんだろうやっぱりあの物理の効果、その、攻撃力が上がるって言ってあの、アクアジェット、アクアジェットいいですね。アクアジェットはいいですから、電光石火やめましょう。目にも止まるの速さで、神速だったらいいけどね。ということで、電光石火、じゃあ、アクアジェット、冬木、バイバイ、元さん。あの、髪の毛を髭に蓄えさせちゃったみたいな感じかな。でも戻りましょう。もういいや。これでも、こいつはあれか、これあ、出てきた。この、これは F か ?P っぽい。違う。P だよね。P っぽい。P か F か。あの点々が気になる。あ、しかもなんかプランプランしてるから。しかも、まあまあレベル高いし。じゃ電気ショックでちょっと削りましょう。あちょー。うわー、削れねー。目覚めるパワー。さあ、こいつが何タイプなのかにもよるよね。効果、今一つ。ってことは、草タイプとかなのかなオッケー半分削れりゃなんとかなるかなどこだろうなんかねあのスコーピオンキングとかさそれからのテレアさんとかもさレベル26とか28とか出てきてさあの赤まで削ったのに全然ねあの捕まってくれなくてマジでもうすぐであの枯渇寸前っていうところまで来たからちょっと今ねまあまあ警戒してるんですよだからちょっとあの多めに削ってみたんだけどでモンスターボールも30個買ったしね結構20個くらいトータルで使ったから枯渇するくらいだったらもう使わなきゃと。で、行ったズイタウンのその、フレンドリーショップが、残念ながらですね、モンスターボールと、なんかあの、ネットボールとかのダイビングボールとか、なんかそういう特殊なやつしかなくて、スーパーボールないんかーみたいな感じだったんですけど、ちょっと待ってね、直行低い高が低い。ああ、まあでもな、この歯だったら葉っぱカッターの方がいいから、一応回復系の技でも持っとくか。そう、ドタチンもね、だから、あの、結局ぶち殺されてしまったんだけど、あれですわ、木の実食わざる得ない状況まで追い込まれてしまったからね。ということで、アンノーンなので、アンノーンだから、I know.私は知っていますよ。OK、これで、これでも50機は言い過ぎか。で、まあまあ、そこそこ、あれだもんね。OK。じゃあ、まあ、ポケモンセンター寄るほども削られてないし、
あれか、アンノーンの、そのなんかアルファベットの数がいくら捕まえられたかによって、その、クソガキからもらえるポケモンシールのあれも決まってくるっていう地なのかな。これはこ、ああ、まあいっか、もう右下は多分普通のあれだもん。はあ、なんかもらえた、ありがとう。種休めかな、確か。そうそう。種休めは、アルギニルに使ってあげてもいいのかもしんないけど、ちょ、ピーンってパパパパ、ピョッピョッピョッパパパパ、ピョッ、親子の絆見せてあげましょう。なんか20年後の俺と娘みたいな感じだったらいいな。でもさすがに俺、のっきょーは興味がないかな。牧畜とか農業とかそういう系はあんまり興味がないな。どっちかというと、その恩恵を受けたいだけの、ちょっといかがわしい人間なんてことなんです。いかがわしくはないよ。さて、一角なるまーにゃ、じゃあ、ペルス、スパークしましょう。で、葉っぱカッティで両方削りましょう。あー、やめてー、猫に騙されて、猫に小判。そう。へい、しか全然削れないんだ。スカンプ、いまいち足が食べーくっせー、パッパしてまーす。急所に当たるのかよ。そしてさらに、何が下がる？特防、えぐい。スパーク、そうか。知らんかったけど、レベルがあれなんだな。21ってことこと高けんだな。よし、これで、ツバメ、うわ、ツバメがいい。しかもこっち、そりゃそうだよな。なんか、すごい技ばっか覚えてんな。まあ、猫つましはそうか。猫が覚えてるんだから、そりゃそうかってなるかな。オッケー、じゃあ、両方ともぶちのめした結果、私の勝ちでございまーす。ありがとう、猫ちゃん。にゃーにゃー。で、ニナとボブ。ボブニナー。あちゃー。かわいい。親子パワーじゃ勝てないですよ。そうです。主従関係でない。どうしようかな。でも、このおじさんとも戦いに行かなきゃいけないから。おじさん、おじさん。バキボーでー。何、牛と戦わせたのかな。ケンタロス。ん？もう。ケンタロスってなんかさ、昔のネタだとさ、オスしかいないとかあったけどさ、新しいスカーレット・バイオレットだっけ？だったら、普通に出てきたよね。両方、オスもメスも。さて、そろそろ違う。もう意外とでかいでございますね。エテフォースかな？エテフォースって強いのかな？強いだったらライパムとか捕まえてみたいけど。ちょっと、くしぐったいでやんす。うきゃー。これ何？素早さが下がるのかな？攻撃力が下がるの？両方すげえ、なんか削ってきやがった鬼野郎。やるじゃねえか。じゃあ、ビリビリしましょう。オッケー。キリン力、でも噛みつくリーゼントでいこうか。うい、オッケー、噛みついてやろうじゃねえか。バックバックロッピー、オッケー。倒せなかった。マジか。ダメ、ダメでーす。服を覗いちゃダメです。服を覗いちゃ、更衣室覗いちゃダメでーす。ぐる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 、オッケー。さらば地球よ、ダダバーミューチョイ、コダック電気だけど、チャンベルお前いけー。パッパバーパッパバー。なんかあれだね、宇宙戦艦ヤマトばっかやってるな。はい、けいいですね。コダッキー、脳天気、天気の影響がなくなります。雨乞いだとしても関係ないです。じゃあローキック、引っかかれる。じゃあリベンジすればよかったな。でもローキックかましたらさすがにこいつの方が素早さ遅くなるよ、多分ないっつ。素早さが下がったからですよね。よかった、リベンジして。あ、でもすか、リベンジってちょっとあんま使ったことないけど、素早さが高かろうが高校になるのかな。どうなんだろう、その辺。オッケー、ザッ。あ、なるほどね。ザックエフロンだったの、ムキムキになったザックちゃん。ハイスクールミュージカルでヒロインだった女の子と付き合ったけど結果別れることになったザックちゃん。見つけるのが早い。わーい、みんなでポケモン戦ってシャブシャブしたの。お湯に溶かして 2,3 回シュッシュってやったらマヤとルイ。あー、
いいですね、ルイって名前かわいいよね。うん、よし、マヤはもうあれだもん、アクツマヤだもんね。いい加減目覚めなさ。さて、どうしよっかな。アクタイプはフェアリーが弱いから、フェアリーには弱いから、普通にあれだよね。あ、こっちピッピあれか、まだ捕まえてないことになってるか、捕まえてないか、初めて会ったことになってる。いてー、これやろ、よくもやりやがった。ジョー、あ、いい感じの削り方ですね。これがチン、ラジョ、あ、微妙に残ってんな。そうなると、じゃあまあ普通にこのまま行きますか。じゃあ噛みついて、じゃあ、あ、わわわわ、倒せなかった時のことを考えて、メガドライ。おーめ、早えな、いて。しかも、九州に当ててやがった。プルダチンのプルダチンをよくもやってくれたな。ケイ。静電気とかそういうのがあるわけじゃないんだな。まあまあ、経験値くれるね。うん。ありがとう、マヤちゃん。あ、ちゃんと下にあれだね、スパッツ入ってるんだ。よかったよかった。丸見えになったら大変だからね。女の子はやっぱりね、そういう性的被害から守っていかなければならない存在ですから。まあでもさ、なんかさ、同じさ、その性的なさ、なんか暴力をさ、女から男、男から女のさ、その矢印の向く方向が違うだけでさ、女性の方がそのなんていうの、その刑罰が低めに判決下されるっていうのは、そっといかないけどね。ああ、それその力関係とかでさ、男の方が力が強いからっていうのとかで、まあそこら辺考慮されてるのかもしれないけど、でもやったこととしてはさ、レイだろうか逆レイだろうかさ、関係ないじゃないですか。うん、やったことのお罪の重さっていうのはさ、その受けた方からしたらさ、もう痛い痛いってところになるんだから、まあ、どうなんだろうなって思うけどね。うん、時々あるじゃない、なんか小学校のさ、担任の女性担任がさ、男児に対してさ、性的被害をみたいなとかあったりするじゃん。まあそうなってくると、なんか男性女性、女性男性とかになって、なんだろう、うん、あ、もはや、うん、もっとそれ以上の犯罪になってる気はするけど。さて、ピカチュウ、ピカチュウはじゃあそのまま戦いましょう。ナオヤ、ナオヤって名前、なんか爽やかな人が多い気がするなってことで、リベンジしましょう。いやー、スリスリされると、うわ、さすが電気袋、涙袋を持ってるやったら倍にして返してやるぜ。リベンジ強えな、やっぱリベンジ強えな、使ってよかった。よし、オッケー、チャ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 ン、モモピーモモピー、チャ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 ン、パーパパピーピピピピピ、おいおい、ちゃんと見てくれよ。何を見たらいいですか。OK、スーパーパー、おー、スーパーパー。てか、なんか全然進んでないな、こっから。ポケモンと戦っているうちにもう23分が経ってしまった。ごめん、今回全然見せ場ないね。ちょっと頑張るわ。小春ちゃん。それがさっき出てきたの真冬だよね。小春ってことは、あとなんだろう。秋だとなんだ、三宅ちゃうな。なんとか、あきらちゃんかな。え、夏だとなんだろう、小夏ちゃん、違うな、千夏ちゃんとか出てくるかな、なんかそんな名前とか出てくる。ちょっとスパーク、オッケー、ピーピーがピーピー鳴いてる、ピー、ピンプクは、あー、チャンベル辛そうだけど、チャンベルに頑張ってもらいましょう。スパルタです、スパルタ訓練。とりあえずあれかな、もうなんか道中のトレーナーは裏でぶちのめすっていうことにしておいて、なんだろう、次のステージにたどり着くところまでをこうちょっと爆走した方がいいかもしれないですね、このペースで戦っていってると。多分あれだよね、まだ道中、うわお、まだ道中いろいろなトレーナーと戦う場面が確か出てきてるはずだよね。めっちゃ欲しがりますやん。あ、欲しがるダメージ与えられる技なんだ。ということで、これでリベンジを繰り返すことができる。自爆しやがった、麻痺ってるし自爆するし、もう最悪やな。あー、欲しがる、いいよ、私の大切な大切な一物をあなたにプレゼントします。左手、あ、ごめん、間違えた、右手、右も左もお箸を持つ方と茶碗を持つ方もわからなくなってしまった。おーおーおお、めちゃめちゃ経験値くれますやん。ピッ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 、モモピー行きましょう。
ピーなかなかいいよね。ドレインキスも強いしさ、なかなかいい技をたくさん覚えてらっしゃいますね。チャチャーチャチャラー、グタッパーパッ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 パー、メロメロボディをトレースした。でも同じあれだね、性別だからお互いにメロメロになることはないけど、そして私は特殊攻撃だからお前に直接触れることもないから、あーりゃまー強いです、シンプルに強かったです。頼む頼む頼む、懐いていれば懐いている、痛い、うえ、てかあなたリゾチルも上げてんだからさ頑張れ。何をまねっこします、どういうことどういうこと、あれ天使のキスなんで、あれマネマネとマネっこってまたちょっと違う技なのかな、まあまあ違う技なんだろうけど、ごめん効果を知らない残念でした、また聞いてね。小春ちゃん強かったわ、こんなに手こずるとは、ありがとう、またお会いしましょう。ということでここモーモーミルクがもらえるんじゃなかったっけ、500円でモーモーミルクだったらまあまあ、なんでやねー、ちょっと待って、戦う気なかったのに。ああかわいい、アンナちゃんピッピだろ、あだよね、なんかもうなんかそんな気がしてたわ。わあしかもなかなかピッチピチじゃないですか、ねえトンパッチ、ちょっと待って、戦うつもりがなかったのに戦うことになってしまった。どうしようどうしよう、そうかここトレーナーが潜んでたんだな、知らなかったな。ということでしかもレベル22か、そこそこやるじゃないか、あちょー甘えられると攻撃力がガクッと下がっちゃうんです、あなたのことを攻撃ができなくなってしまうんです、許してください、勘弁してくださいよ、スパーク、よし、オッケー、急所に当たりんこ、キューン、じゃ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 ん、アルギニの、あつば、あいいですね、ツバメ返し、ツバメ返しはあれガムシャラがいらないかな、あでもそっか、ガムシャラはあれか、野生のポケモンと捕まえるのに良かったのかもしれないね、しまったな、当て身投げってなんだっけ、相手より後に攻撃する、その代わり自分の攻撃は必ず命中する、あーなるほどね、あ畑を食って、おっって言えなかった、相手から、あーなるほどなるほどなるほど、じゃあもう攻撃に特化すっか、チャンネルだったらあれかな、素早さガクッと下げとかないと、こいつ自身の素早さがそんなに上がってってないって感じするもんね。まあいいや、アンナちゃんありがとう、後であなたのスマイルを注文します。ここでここ買いましょう、 OK、 このジジイと戦うことはないもんね多分ね、まあなるほどね、なんだよおめえもトレーナーだったのかよ、なんかトレーナーいっぱい潜んでそうだから、ここに話しかけに行くのは裏でやっとこう、そうしようじゃないと、うわもう30分経つ、やばいやばいやばい、次のステージ行きますね、ズイタウンから全然進むことができてないんですよ、やばい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 、待って、ソッキーお前動くことを諦めただろ、動け、スパークリング、スパークリングはいいアタック、よしょ、うおー全然効かねー、あー、ムハンマー痛い、でも確か違うわ、何がゴクッと下がる、素早さが下がるんだったら何ぼでも使ってやるよ、もともとあなたの素早さ遅いんだものっていうところか、あー超さビリビリだっけ、当せぼー、何これ交代ができないとかそういうオチか、あーそういうことだね、ってことはもうあれ交代できない系女子、マジか、メスの力見せてやる、あー超オッケー、ウソッキーカッチョーン、オッケー、おばち、あなんか技を覚えることはない、ポケモン入れ替えられるかな、入れ替えられるのであればリーゼントにしたい、できるんかい、当選坊してるやつがいなくなったからいけますよっていうそういうオチなのかな、そんな気がしてきた、オッケーオッケー、じゃあウソッキーで、じゃあまあアクアジェットしたところで意味が、あーでもそっか攻撃力と特攻どっちが高いんだろう、それを見てなかった、しまった、レベルがアップする、うわなんかもうさっきから強い一撃、うおーマジか、なんかさっきから強い技しか使わないじゃんこいつって言おうとしたら本当に強い技しか使ってこなくてマジで強い、だってアームハンマーとかもめちゃめちゃ強い技だしさ、うっひゃー、じゃあとりあえずメガどっか、オッケー、チューチュートレイン、ファンファンウィーヒザスティープスティープス、さよなら。
あと、うわー、そっか、じゃあ、まあ、とりあえず回復していくしかないよね。メガドレイン、ギガドレインとしていける。さよなら。ああ、うわー、一撃で倒せねえのか、つれえなー。HP めちゃめちゃ回復させてくれるけど、ありがとう、叩きつける、俺たちには当たりません。なぜなら、物が小さいからね。でもこれから土台とすになったらチンがフルフルフルになるよ、フルに。オッケー、いいですね、いいですね。さあなら、くそ、まさかここまで戦わされると。じゃあここまで一旦戻ってこようと思いますので、ちょっと建物出たところで一旦カットしましょうか。よし、戻ってきたということで、ここはもう極力バトルを避けて駆け抜けていきたいんだけど、こいつとはちょっとリーゼントにしとこうか。ほい、オッケー。ですよね、戦わなきゃいけない気がした。もう飛ばしたいって言ってたのに、次のステージにたどり着いたら終わりにしたいのに。さすがにね、一気に戦うことはちょっと難しいので、ドーミラートーク。ドーミラーか、あれこいつなんだっけ、鋼エスパーだったっけ。鋼エスパーだったらちょっと辛いな。あれが降ってるってことは噛みつくがあるか。60よりもこれだね、120になった方が強くないですね。怪しいのやられたよ、怪しいの、怪しいです。何言ってんねん、くそ、いや辛いな。頼む、勝て。よし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 、そして急所に当てろ、もしくはひるませろ。ひるめ、ひるめ、ひるみ出す、ひるみ出す。アクアジェット、さあ俺の勝ちだ。よし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 、本当に俺の勝ちだ。いいですね、トゥーミラー、バイバイ。ただな、混乱している状態が長いとな。縦トップ、まさかの縦トップスか。縦トップスだったらやっぱあれだな、岩鋼だっけ、地面鋼、どっちだろう。まあいずれにせよ、格闘技には弱いはずだから、縦トップスの方があれかな、早いかな。でもこいつ素早さそんな速くないはずだよ。リベンジしてみる。まあよかったよかった、相手の、あでもダメージ食らってないからどうだろう、微妙かもしれない。これ特防めちゃめちゃ下げるんだったっけ。あだよね、特防だよね、あんま関係ないね。とかあんたが特防下げてもあんた特殊技そんなできないじゃねえか。うわーうわー強い。じゃあローキックだったらローキックしてください。ああ、あれ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 、関係ねえのか。え、リベンジって必然的に高校になるのか。当て身投げはさっきさ、なんか必ず当たるけど高校になりますみたいな書いてあったけど、どっちゃで、こいつとはまだ戦わなくて済みそうな感じがするから、でこいつは黄昏てると。まあ黄昏ってあれでもね、夕方ドッキみたいなイメージだから、本来はまあまあいいですね。あなたたちは裏でボコボコにしばき上げておきます。パンパカパパパパパン。さすがに戦ってるところ全部お見せするとね、皆さんもさすがに飽きてくるだろうから、いくせい。あ、こいつ矢切りまでできるのか、すげえな本当にピッパって。多分白帯誌で見てた気もするんだけど、すごいすごい、なんかこれまでいろんな敵と戦ってるような、このスル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 ーしてしまってるからさ、ごめんねってところなんですけど、電撃派な、電撃派も本来はね覚えさせたいところなんですけど、命中率100だから、命中率100というか必ず当たる系女子だから、捕まえてないポケモンだったら相手にします。あれ、これボックルは捕まえてないけど、こいつはまだマイク、こいつ先に捕まえちまうか。じゃあじゃあクワジェット、おりゃー、オッケー。このクワ、あでも急所か、微妙だな。そしてあれ、お前プリンに代わりに歌ってもらったよ。ということで、ほいほい、こんだけ削ってたら地上のポケモンはね、地上の星で中島みゆきだからあれだよね、大丈夫だよね、大丈夫だよね。よし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 よ
おしゃれなものを持ってるから、ここで止めとこうか。あの、初めてのカタカナとひらがなを混ぜてみましたっていう。ちょっと待ってね、めんどくさいことになったから、とりあえず、じゃあ、チャンベル、いいか。で、トバリシティに行く。あー、ちょっと待って、絶対戦わなきゃいけないやつがいるじゃん。じゃあ、このパート、ラストエステートメントってやつですね。じゃあ、やりましょう。めんどくさいから2匹一気に戦います。帳ジムの前に一勝負、誰とでも戦って、私はあなたから旅立ちます。ニャルマーズ、儲かざる、まさかのここで儲かってまっか。やっぱりワヤですわ。遊ぶでっか。雨が降っているから、とりあえずローキックか。あー、そっか、でもあれだな、こっちにしとこうか。で、こっちに噛みついておくか。ダメ返し、絶対来るよ。あ、ちょ、まあ、そうか、どっちも効果抜群だもんな。挑発、かかってこいよ。あれ、でも、挑発ってさ、攻撃技しか使えなくなるってあったよな。まあ、もともと攻撃しかする気がないから安心してけど、ところなんだけど。食らったので、あれ、でも、食らわせてきた相手じゃなかったよね。そうなるよね。なんとなく、そんなってくる気がした。じゃあ、こいつと噛みつきましょう。パクっていっちゃう。あー、でもそっか、あちゃー、そうか、やってきた張本人にやらなきゃいけなかったのか。しまったな、もう。さすがエリートトレーナー、戦い方が分かってるな。弱点をちゃんとついてくるっていうやらしさを持ってるな。くそー、あちゃ、先にニャルマボコボコにしとけばよかったな。さよなら。さあ、残り1体で貴様、どっちの相手をするんだい。ちょっと待って、4ゲラー聞いてないです。2匹も持ってたんですね。わお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 。じゃあ4ゲラーで、葉っぱカッターで両方ともやっちゃいましょう。体型光線ビビ、あ、これ死ぬんじゃね。ちょ、あ、おい、急にエリートじゃなくなった、戦い方が。なるほど、強いやつを一気に叩きのめすっていうことなのかな。ドルダチンがちょー儲かせ、おーい、イエイエイエイ、ユンゲラ。まあまあ経験値もらえるんじゃね ?1500 くらいもらえそうじゃない。戦った。ああ、全然あれだけど、まあ、いいでしょ、いいでしょ、いいでしょ。以前ともレベルが上がった。叩きを、そうだね、いないもんね。ああ、まだいたんだ、そういえば。しかもギャラドスかよ。こんな夜更けにギャラドスかよ。いやー、ちょっと待って。いやー、持ってるポケモンのレベルじゃないな、質が高えな。マジか。じゃあ、そうなんだね、飛行タイプだからさ、じゃあ、とりあえず、メガっとくかって、多分こいつの、だよね。うわー、うわー、やられたー。マジか。音割れするほどの叫び。あちょー、頭叩いただけだもんな。じゃあ、ドンパッチ。苦手なやつをぶつけてみましょうとか、俺らさっきがタイプの相性でちょっとボコボコにされたからな、その復讐をしなければならない。そして氷の牙を覚えてるということはなかなかやりよるわいっていう話なんだけど、こいつ水飛行だもんね。ちょっとスパークで、素早さも速いんだよね。 OK、 まあさすがにね、2×2×1.5 のね、何倍、6倍か、違う、あ、そうだね、6倍だよね、うん、そこで9勝当たったら12倍になるんだけどね。モモピー、オッケー、どんどんレベルアップさせてくれました。ありがとうございました。ああ、意外とボインなんだ。なんかエリートの証はあれ、緑色の髪であることみたいなのかな。おや、リーゼントの様子か。ってことはリーゼントの役割が終わったので、もういらなくなりますと。フローゼルだっけ、名前忘れちゃった。フローゼルだね、よかったよかった。うん。水タイプはね、なんかギャラドスとか持っていきたいんだけどな。33キロか。特に新しく覚えてくれる技もなし。はい、ということで、新しい、とりあえず町にたどり着くことができたところで、すいません、ちょっと、まあ、一応進展はしてってはいるんだけど、
なんか特に面白いこともなきこの世の中かなっていうところで大変申し訳なかったです。はい、そこはちょっと懺悔いたします。ということで、次回はですね、ジムリーダーにおそらく挑むことになるかと思いますので、乞うご期待くださいということで、本日は以上でございます。お疲れ様でした。チャンネル登録よろしく。バイバイ。